のぶです。今日は4月の11日、今の時間が11時過ぎです。ということで、4月できた新しい店に今月はちょっと行ってみたいと思います。で、突然でしたが、ちょっと今月から毎月、できれば毎月、その月にできた新しいお店を3店舗ほど回ってみたいと思います。目標3店舗できますということで、今月4月は、今日4月11日ですが、4月1日にオープンしたという沖縄そば屋さんに行きたいと思います。浦添市にできたメカルそばっていうお蕎麦屋さんに行ってみたいと思います。なんかネットとかを見ていると、そのメカルそば、もともとはラーメン屋さんで、ラーメン屋さんから沖縄そば屋さんに突然4月1日に変わったっていうお話みたいですが、ちょっとそんな変わったエピソードのある沖縄そば屋さんに行ってみたいと思います。で、今いるのは335号線を那覇方面から宜野湾方面に今走行していて、もうちょっと先でこの335号線を外れて、ちょっと58号線まで全然行かないですけど、パイプライン沿いの方に向かいます。そして今月は4店舗、さっき3店舗って4店舗って突然増えてますけど、目標としては3店舗、最低3店舗、できれば4店舗ぐらい回っていきたいなと思ってるんですが、ちょっと予定とかの具合もあって分かりませんが、できれば行きたいと思います。そして今大平の交差点を曲がったんですが、間違えました、もう一歩先でしたが、ここで曲がってもいけなくはないので、こちらから行きたいと思います。およそ300メートルということで、メカルそばへ行ってきます。パイプライン通りから運動公園通りに入りましたが、こちらの沖縄そば屋さんです。こちらです。ここに止めていいのかな、前に通りなるべく前の方へ車を止めてください。いつから止めるか。はい、ということで到着しました。行ってみたいと思います。美味しかったです。鶏のスープですね、鶏をメインにしたスープで、なんかラーメンでよくある知らん何でしたっけ、書いたの鶏だしそばの店って書いてますが、鶏で白く濁ったような白濁したスープなんですけど、そんななんか豚骨みたいに濃いわけじゃなくて、結構飲みやすい感じの、飲みやすいって言っても変ですけど、美味しいあっさりしたスープでした。そして麺はちょっと縮れた縮れ麺タイプですね。そんな感じで美味しかったです。2店舗目はまだどこに行くか決めてませんが、2店舗目はこちらです。
今日は2軒目です。ちなみに今日は4月23日火曜日です。4月にできた店第2弾は早原町にある、僕行ったことないんでちょっとわかんない、那覇市と早原町の方は安くプールもあるのかな、スポーツジムとかお風呂とか入れる環境の社とかいう施設があるみたいなんですけれど、そこの中にできたヌージボンボンだったかなっていうラーメン屋さんに行きたいと思います。なんかそんな同じような名前のカレー屋さんもどこかに那覇だったかなあったような気もするんですが、まあ、以前早原町にそのラーメン屋さんあったみたいなんですけど、なんか復活みたいなことを誰かが書かれてたんですけど、すいませんそのあたり詳細わからないんですが、4月1日にこちらも同じですね、メカルそばと同じ日付にできた新しい店に行ってみたいと思います。そこもうすぐ着きますね、那覇インターのすぐそばですね。今だいぶちょっと裏の方というか西峰、那覇市西峰の方から回ってきてます。あ、これだ、環境の社ふれあいっていうところに入っているようです。一応住所で言うと早原町なんですけれど、こちらの施設那覇市の方も使える施設だそうです。これですね、環境の社ふれあい、ここはそれ専用の道路みたいですね。そういうのがあるみたいです。こちら結構広い、この右の施設から入ってきてる目的地は右側です。これですね、麺&食堂ヌージボンボンニュータイプっていうところに行きたいと思います。はい、到着しました。多分こちらから食事だけの方はこちらの入り口からどうぞっていうことで、施設の入り口もあるんだと思います。多分こちらからは食事だけの方はこっちから入ると特に施設の利用料は必要ないってことです。施設の利用料が普通は必要なので、まあ、食事だけの方はぜひこちらの入り口から入ってみてください。それでは入っていきます。はい、お腹いっぱいです。なかなか美味しかったです。先ほどのラーメン屋さんもあった建物ですね。こんな感じで体育館とかがあるんですね。いろんなをやってみたいです。また建物にありましたということで、ラーメンですがなかなか美味しかったです。醤油ラーメンをシンプルにいただきましたが、煮干しなのかな、ちょっと味にうるさくない僕なんて細かいことわからないんですけど、煮干しっぽい感じの出汁でなかなか美味しかったです。そしてやっぱりカレー屋さんが那覇の袖にあるみたいで、那覇の袖にあるカレー屋さんが本店で、こちらがラーメンとかがあるお店みたいです。袖の方もラーメンがあるのかちょっとわからないんですけれど、こっちにはカレーもありました。今度はちょっとカレーも食べてみようかなと思います。これで2軒ご紹介しましたが、あともう1軒ぐらい今月中になんとか紹介したいなと思います。それでは3軒目、どうぞ。3軒目です。4月オープンのお店3軒目のご紹介はイオンモールライカムです。あ、こっちか。ここ何あったんだっけ。ここの上海ちゃんという店です。食べ放題とかをやってる店っぽいんですが、こんな感じですね。
ということで3店舗目上海ちゃんでした。で、食べてないじゃんっていうことですが、すいません、こっちかもう一個2階にあるご飯っていう感じじゃないんですけど、フレンチトーストのお店が今日4月26日ライカムリニューアルオープンの日にできたみたいなんで、そちらでどちらにしようと思ったんですけれど、ちょっとすいません、こっちの上海ちゃんめっちゃ並んでるみたいなんで諦めて2階にしたいと思います。2階のフレンチトーストのお店で買って、まあ、ちょうどその辺に多分座るとこありそうなんで、その辺で食べたいと思います。それでは2階へ移動します。そちらのレモンとスパイスっていうお店が新しくできたお店です。メニューもありますので、ちょっと覗いてますね。こんな感じですね。お持ち帰りな感じです。フレンチ、フレンチトースト、不思議ですね。これ1個と、あとレモネードソーダを。レモンとスパイスさん、フレンチトーストとこちら何でしたっけ、レモネードソーダいただきました。フレンチトースト500円のプレーンのやついただきましたが、ちょっとその映像めっちゃ渋い顔してますけど、美味しくないんじゃなくてめっちゃ酸っぱかったんです。ほんとレモンがそのまま入ってるので、パクッと食べた瞬間めっちゃ酸っぱっていう、でもその酸っぱさとフレンチトーストの甘みが効いててなかなか美味しかったです。500円で、あれどれぐらいなんですかね、トースト1枚分ぐらいは入ってるかな、多分トースト1枚分ぐらいの量とレモンスライスしたフレンチトーストでした。なかなか美味しかったです。まあ手軽に食べれるんで、ちょっと小腹が空いた時にはおすすめかもしれないですね。まあ、500円高いと見ると安いと見るか皆さんにお任せいたします。レモネード300円、315円かなでした。ということで4月の新しくできたお店3店舗プラス1店舗か入ってないんで、今日の最初は入ってないんであれですが、3店舗プラス1店舗ご紹介しました。ちょっと来月もこんな風にご紹介しようと思うんで、ちょっとまとめて今回はご紹介しましたが、まとめてするか1店舗ずつ動画で上げるか、短い動画をいっぱい上げるか迷ってますが、ちょっとその辺ご期待ください。ということで引き続きまた動画でお会いしましょう。もしよかったら評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それではさようなら、バイバイ。